今回が最終回となります。熊野本宮語り部の会の薮中さんに熊野古道のあれこれについてお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。まあ、熊野古道、いろいろなその逸話とか伝説が残ってると思うんですが、この薮中さんがちょっと印象に残っている熊野古道に関する伝説っていうのはどんなものがありますか？そうですね。まあ、確かにここもまたいろんな伝説はあるんですけれど、やはり伏尾神王子で泉式部が、まあ、お参りになられた時のお話なんていうのはちょっと、まあ、私も女性ということもありまして、まあ、ちょっと非常にこう印象深いなというのはありますけどね。泉式部さんというと大体1000年くらい前の、まあ、京都に住まれていた女性の方だと思うんですけども、まあ、その宮中にお仕えしていた方ですよね。どんなお話が残ってるんですか？そうですね、まあ、女流歌人ですね。なので、まあ、歌を歌うわけなんですけれども、まあ、彼女もこの熊野にですね、来てくださっていると言われています。伝承ですので何ともですけれども言われておりまして、まあ、伏尾神という地区に来た時に伏尾神王子からこの本宮大社を、まあ、見たわけです、ね。ちょっとこう上から見下ろす形になるわけです。ようやく本宮が見えてきたと。そこまでだなという時になりまして、まあ、女性ならではの月の触りになってしまうんです、ね。なるほどなるほど。で、まあ、当時その血はやはり汚れでということもありまして、まあ、いわゆる泉式部はもう私はお参りに行けないというふうに、まあ、その日はもう野宿をして、で、まあ、次の日に私はまた京都に帰ろうというふうになってたわけなんですが、まあ、その日のいわゆる夢枕ですね、熊野の神が、熊野の神は別にそんなことは気にしない、ぜひお参りなさいというふうな夢枕に出てきて、で、それをもとに、まあ、泉式部は翌日無事にお参りできたというようなことだったそうなんですね。まあそういった伝説にはなるんですけど、まあ、これからまあ思うこう考えられるのはやはり熊野の神というか熊野というのは、まあ、いろんなものをこう受け入れてきたんだなというふうに思います。まあ、特に熊野古道もそうですけれども、まあ、今でもあります女人禁制とかね、そういった場所なんかもありますけれども熊野そういうとこはないですし、またやはりこう体が不自由な方っていうのはなかなかお参りできないとか、そういったこともございましたが、結局は熊野古道の里の中でですね、皆さんにこう助けられながら、この目の不自由な方とかもですね、熊野古道を通って本宮大社にお参りされていると書物なんかも残ってますので、まあ、いろんな方をですね受け入れてきたというこの熊野の神の懐の深さにいつもこう感動させられるなということで、この伝説は非常に私は印象深いものになりますね。そのお話はいわゆる泉式部日記とかに書かれているものなんでしょうかね？そうですね、一応残ってはいるそうなんですが、まあこれを言ってしまうと何とも残念な話になるんですけど、本当に来たのかどうなのかっていうのはちょっと疑問なような感じなので、まあ、これはまああくまでも伝説に、伝えられてきてます。しかしその泉式部さんのお話に限らず、藤原の秀衡さん、東北の奥州藤原家の方がお若い頃奥さんと一緒にこっちに来られて、年を取られてから子供の頃の義経さんがお世話になる武将さんですけども、その奥さんが道の途中で出産をされたと。そういうのはい、ございますね。それはまあ滝尻王子といいますね、はい、まあところから、父岩という岩があるんですけどね、まあその下にこうで生まれてしまったわけですね。で、まあ、そのお子さんを、まあ、そこに置いたまま、まあ、参拝に出かけるわけなんで、まあ、戻ってきた時は、まあ、無事にその岩から滴り出る、まあ、お乳っていうんですか、で、まあ、なんとかしのいで、まあ、あとは傍らには狼も、まあ、見守ってたというお話なんかもね、はい、それも伝説に残っております。なので、まあ、いろんな伝説はありますね。出産をされた女性がそのままお参りをするというのも泉式部さんのお話と同様やっぱり珍しい、珍しいと思います、まあ、先ほど伝説とおっしゃられましたけども、やっぱりその当時、まあ、今の話そのままでなくてもやはりそのモチーフとなるような何か出来事がないとなかなかそういう伝説っていうのも残らないのかなとは思いますね。そうですね、この放送が12月末の放送になりますので、はい、まあ、いよいよ来年2020年令和2年という年になるわけなんですが、本宮
大社様の方でですね、まああの大湯の原という旧社市です、うんうんうん、旧社市の方にまあ大鳥居、この大鳥居はもう日本一の高さを誇っている大鳥居があるんですが、うんうんうん、この大鳥居がちょうど建立して来年で20年ですね、うん、なのでまあこの20周年のイベントというのはあのもう本宮大社様の方でいろいろとあのお考えになられているのかなと思います。では最後に、薮中さん、これまでいろいろお話を伺ってきましたけれども、薮中さんにとって熊野古道の魅力は何ですか？そうですね、私、まあ、熊野古道はやはりあの皆さんにこうイメージをしていただきながら歩いていただきたいなと思うんですね、うん、まあ今は本当に歩きやすい道になってますがですね、うん、やはりあの昔、まあ歩き出した頃というんでしょうか、熊野古道を歩き出した平安の頃っていうのは多分すごく難行苦行だったと。ただそういう難行苦行をしながらもですね、この熊野三山にお参りしてくださった方々の思い、うんうん、そこまで苦労してここに来た思いをぜひ何だろう、うん、それを考えながらこう歩いていただくとまた古道歩きに幅が広がるんじゃないかなと思います。何もかもがこうインスタントで効率重視の世の中、時間がかかるこの熊野古道歩きというのは忘れかけている何か思い出させてくれるかもしれませんね。そうですね、本当に、はい、今回お話を伺ったのは熊野本宮語り部の会の薮中真理さんでした。薮中さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。